アリドシラ乱族マーメキスは、乱化植物の一群。ごく小型のものが多い。地上性の多年性双本。茎の株は地上をい、各節から短い根のようなものを出すが、これは、真の根ではなく、無花護状の芽が、根の役割を果たすもので、真の根はない。葉は数個を個性、乱形で短い柄があり、木部は茎を抱く。花は水上に少数を生じ、時に、 単一の花だけをつける。学編はその基部で互いに融合する。神弁は、随中の根本にくっつき、基部は丸く膨らんで肉質の2突起を持つ。日はない。幅の狭い柄のような爪部と先端の広がった、玄部が、はっきり区別できる。爪部は、円が滑らかで突起などはなく、玄部の先端は2つに割れる。随中は短く、中等は直立する。 口し体の両側にある。花粉界は2個。学名は、アリの井で、花が小さいことからアリを連想したものとのこと。本族は、シュスラン族グトイラと禁煙なものの一つで、茎が地上を横に這い、節ごとに根と葉を出し、先端が直立し、そこに花を相乗過剰につける点などで共通する。多くの族があるが、それらは、 花の内部の詳細な構造で区別され、簡単に判別するのは難しい。以下の種が知られていて、日本には、アリドーシランとツクシアリドーシランの2種が分布し、マレーシア、東アジアに数種が分布している。名前の上で似たものにヤクシマヒメアリドーシラン、クールハッスルティアやクウシメンシスがあるが、これは属が異なり白雲乱属クールハッスルティアに含まれる。 この属に含まれるものも本属とはよく似ており、花の構造でも学編が合着する点なども共通しているが、例えば白雲南属の新弁には虚がある点などで区別される。以下、記載は、佐竹ほか、P214 横田、P244 横田、P244 マーメキス、ザ・プラントリスト、2015年8月22日閲覧。 絶滅危惧情報検索、つくしやりどうしらん。環境省。2015年3月10日閲覧。佐竹ほか、P188 から189、P214。ありがとうございます。